衝撃的な数字を中国共産党政府が出してきました。あの中国でかなり異例の動きです。ちなみに1月に起きた能登半島地震の被害額は 1.1 兆円から 2.6 兆円、被災3県の政府資産となっています。中国政府は中国各地で記録的な大雨が相次ぎ、この約半年で300人以上の死者、行方不明者が出ていると発表しており、気候変動の影響で豪雨災害の被害が拡大しており、社会の安定を最優先に掲げる中国共産党は官製メディアを通じ迅速な復旧活動をアピールしている模様。東北部遼寧省のコロ島では19日頃から1日に500ミリを超す記録的な大雨に襲われ、23日時点の死者、行方不明者は20人以上となった。23日に被災地を訪れると、住民は泥だらけになりながら復旧作業を行っていた。60歳代の女性の自宅には1メートル以上の濁流が押し寄せた。異臭が漂う室内には泥がこびりつき、大量の灰が飛び交う。40年近く住んでいるが、これほどの大雨は初めて。今後どうやって暮らせばいいのかと途方に暮れていた。中国メディアは連日、インフラ社会基盤の復旧状況などを手厚く報じています。そして、地方幹部も相次いで現地入りし、被災者に寄り添う姿勢を打ち出す姿勢。省トップのハオポン省共産党委員会書記は5日、被災者に対し、我々は必ずふるさとを元に戻すと宣言した。習近平国家主席が被災地の状況について特別な関心を持っているとも述べた模様。被災者の不満が高まり、政権批判に転じないよう神経を使っているものとみられる。また、中国応急管理省の統計によると、今年上半期1から6月の洪水や土砂災害などの自然災害による死者、行方不明者数は322人となり、昨年上半期の3倍超に達したとしており、経済損失は931億元、約1兆9000億円に上ると公表。被害者数が少なすぎます。下半期に入っても、7月末に上陸した台風の影響で湖南省志向で50人が死亡、15人が行方不明となる被害が出ており、下半期もさらなる被害額が積み重なる模様。気象災害が多発する背景について、中国気象局は地球温暖化の影響を指摘している。同局の研究者は2050年までに気象災害がさらに大規模化するとの見通しを示した上で、極端な高温や干ばつ、降雨などが増加し、強くなる傾向にあると警告。インフラの改善を進め、災害に強い都市づくりを目指すとのこと。ただ、広大な国土のすべてで先進的な対策を行うのは難しく、共産党政権は対応を迫られている。また、別の国営メディアの報道によると、猛暑に見舞われる河南省では、通常であれば重要な生育期であるにもかかわらず、多くの人々が乾燥した作物の灌漑に奔走し、当局は水の使用を制限し、雨雲を誘発するために人工的に雲を撒くよう命じたと報じており、しかし、わずか1ヶ月後には、省の一部が洪水に見舞われ、国営メディアによると、猛烈な雨により何万エーカーもの農地が浸水し、15万人以上が避難を余儀なくされたとのこと。また、記憶に新しい、河南省で最も被害が大きかった南陽市の一部では、24時間で600ミリを超える雨が降り、これは通常1年間に予想される量の4分の3に当たる。救助隊はスピードボートで道路を進み、腰まで浸かる浸水の中を歩きながら、人々を家から救出する様子がネット上に出回っている映像で明らかになった。これは中国全土で起きている出来事だ。過去2週間、国内の複数の省で致命的な洪水と土砂崩れが発生し、高速道路が封鎖され、家屋が破壊され、作物や家畜が全滅して壊滅的な経済的損失が生じ、数万人が避難を余儀なくされた。また、中国共産党は先週、習近平国家主席が率いる党幹部らによる画期的な会議後の声明で、自然災害、特に洪水の監視、予防、制御の対策を改善すると約束し、事態の緊急性を認めた。政府は近年、国内の穀物供給にとって極めて重要な地域が干ばつや洪水に見舞われ、食料安全保障に潜在的影響を及ぼすなど、気候変動による国内リスクに対する警戒を強めている。世界最大の温室効果ガス排出国である中国は、電力需要の高まりにより、石炭からの脱却に課題を抱えながらも、
グリーンエネルギーへの世界的な移行において自らをリーダーとして位置づけることを目指し、一方、中国経済の停滞と国の方向性に対する社会の不満が高まる中、当局は最新の危機への対応に追われており、多額の負債を抱える地方政府は復興に取り組んでいる模様。中国応急管理省は5日、先週の洪水以前にも、今年すでに自然災害による直接的な経済損失は約130億ドルに達し、3200万人が被災したと発表しており、昨夜は全く眠れなかったと河南省南陽市の農民の一人はソーシャルメディアに投稿され、政府関連のアカウントで共有された動画の中で水没した農地を調査しながら語った。1年間の努力が全て無駄になった、と語っており、先週末以来、洪水と土砂崩れにより少なくとも34人が死亡しており、その中には金曜日に陝西省で発生した鉄砲水と大雨による橋の崩落で死亡した15人が含まれている。これは先月末に中国南部で発生した洪水と土砂崩れにより少なくとも71人が死亡した後のことである。また世界的な保険会社ミュンヘン保険のデータによれば、昨年夏に台風毒薬によって中国で発生した洪水による被害総額250億ドルのうち、保険でカバーされたのは約 8% に過ぎなかったと公表しており、農地は耕し直す必要があり、土壌の質を完全に回復させるには数ヶ月かかるだろうと北京のグリーンピース東アジアの上級研究員リー・チャオ氏は語った。住宅については各世帯が再建に多額の費用を費やす必要がある。この種の災害から立ち直るだけでも非常に困難だと指摘。洪水の危険がある地域に住む人々もリスクが増大するにつれて難しい選択に直面していると彼女は付け加えています。皆さんは政府が公表した1兆9000億という数字を聞いてどう感じましたか？個人的には4月から続く、そして今も続いている自然災害、少なく見積もっても能登を超える損失であろうと感じています。下半期でも確認できているだけでも大きな災害、特に台風被害が8件以上確認されている中、実際は3兆を超えているのではないかと感じています。皆さんの感想をコメントで教えてください。ここで一旦小休止。ここまでの動画が良かったと感じた方、興味を持った方はグッドボタンを忘れずに。あなたのそのグッドボタンがこの動画の拡散につながります。忘れずに。こちらは日本のメディアが報じたものを引用しています。嵐が人気観光地を次々と襲っている中国、そしてそこに押し寄せる観光客、映え写真を撮ることを目的に押し寄せている姿に世界から批判が殺到しているんです。この光景、天気はちょっと異常すぎます。中国東部の浙江省、川下りの最中に突然の暴風雨が、かなりの人数が参加していますが、なんと当日は大雨警報が各地に出されていましたが、山東省にある世界遺産泰山を土砂降りの雨に、麓からおよそ 10km 続く石段は水がどんどん増え、流れ落ちる大量の雨水でまるで滝のよう。誰一人観光どころではありません。中国各地で続いている雨季の大雨は絶景も生み出しています。黄河流域で最大の滝、湖口瀑布、黄土色の砂を巻き込み流れ落ちることから世界一の黄色い滝と呼ばれています。こちらの滝に危険を顧みず映え写真を求め多くの観光客が殺到。ここ数日、周辺で降った雨などで水量が増加しており、壮大な景色を一目見ようと多くの観光客が訪れており、その姿に世界から批判が殺到、未だ炎上しています。その一方で陝西省では大規模な洪水が発生しており、その他の地域でも全く終わらない自然災害がたびたび起きています。狭い路地を埋め尽くしているのは流されてきた車と大量の瓦礫です。
これらが水をせき止め、浸水被害が広がる恐れがあるため、当局が車を撤去、住民の救助も行われました。世界からの批判の声。この光景は大災害が発生する直前ではないか。あの壮絶な黄色い滝の前にあれだけ人が集まっているのがあまりにも異様である。見ていて空恐ろしい。大山の水の流れる石段、通行規制になってないし、山崩れもあって普通なのに、これまた異様な光景である。中国だとこれで数人行方不明になっても、そのことについてはニュースにならなさそう。人の命が安い。中国って命も軽いが危機意識も軽いようだ。こんな場所日本なら立ち入り禁止になってるだろう。日本だとキャンセルするだろうけど、わざわざ行くのは国民性の違いだろうか。こんな時も携帯撮影が忘れない度胸に感心しました。2024年から相次ぐ中国全土で見られている自然災害で、とうとう人民も不信感が頂点に。各スーパーで無法地帯化、その末各スーパーで買い占め、強奪が多数発生し、ほぼ治外法権となってしまった中国。崩壊の序章なのかもしれません。もう中国に道徳など存在しません。台風が去ったと思いきや、突如襲った巨大嵐で無法地帯化する中国。浙江省を襲った記録的豪雨と強風嵐、突如訪れた大惨事。2024年9月25日、中国浙江省を襲った記録的豪雨と強風嵐は、瞬く間に多くの地域を破壊し、甚大な被害をもたらしました。この未曾有の自然災害により、数十万世帯が停電し、広範囲にわたる洪水や土砂崩れが発生。多くの住民が避難を余儀なくされ、また物流網やインフラが完全に麻痺する事態にまで発展しています。徐々に明らかになる浙江省の惨劇。恐れていた自然災害が現実に。9月25日、中国東部の浙江省を襲った豪雨と強風嵐はまさに突如として発生しました。気象庁の報告によれば、わずか数時間のうちに猛烈な豪雨が降り続き、一部の地域では1時間に130ミリを超える雨量が記録されました。また風速は45メートルに達し、町中の看板や建物が次々に吹き飛ばされ、町全体が混乱に陥りました。この地域は過去にも豪雨による被害を受けており、住民の中には常に次は自分たちの町だと不安に思っていた人も少なくありませんでした。しかし今回の嵐はこれまでにない規模であり、予測をはるかに超えた大災害となりました。特に河川の氾濫や堤防の決壊が相次ぎ、都市部が洪水に襲われるという最悪の事態が現実となったのです。記録的豪雨で都市型洪水発生、堤防決壊と河川氾濫が町を襲う。浙江省の中心部を流れる複数の河川は大量の洪水により急激に増水しました。これにより一部の堤防が決壊し、町中に泥水が流れ込みました。都市部では排水設備が対応しきれず、内水氾濫も発生。多くの住民が避難する暇もなく、水が家屋内に流れ込んだのです。特に被害が大きかったのは、低地にある商業施設や地下街です。地下街は完全に冠水し、そこにいた多くの人々が逃げ遅れる事態となりました。水位は一夜にして4メートルも上昇し、家屋の2階部分まで浸水する地域もありました。水に取り残された住民は救助を待ちながら、 SNS を通じて悲痛な叫びを発信。これにより浙江省の惨状が瞬く間に全国、そして世界中に拡散されました。スーパーが倒産に追い込まれる、買い占めと物流網麻痺が招いた悪夢。災害発生後、住民たちは日用品や食料を確保しようとスーパーに殺到しました。理性を失い、スーパーに押し寄せた人々は商品棚から物資を次々と買い占めていきました。このため多くの店舗では在庫が尽き、商品の供給が追いつかなくなり、物流が完全に麻痺した結果、一部のスーパーが倒産に追い込まれる事態に発展しました。浙江省全体の物流網は嵐により壊滅的な打撃を受け、主要な道路や鉄道が封鎖されたことで物資の輸送が滞りました。特に被災地への緊急支援物資の供給が遅れる中、住民たちはさらなる不安を感じ、買い占めが加速するという悪循環が生まれました。多くの観光客が避難困難、インフラ崩壊による交通網遮断の深刻な影響。浙江省は観光地としても人気があり、災害発生時には多くの観光客が訪れていました。
しかし、嵐により道路が冠水し、公共交通機関も運休したため、多くの観光客が避難困難な状況に陥りました。一部の宿泊施設は避難所として開放されましたが、収容人数には限りがあり、多くの人が安全な場所を求めて混乱状態となりました。さらに、空港も閉鎖され、飛行機が欠航する事態が続いたため、観光客のみならずビジネスパーソンや帰省中の人々も岐路を立たれ、混乱が広がりました。このように、災害によってインフラが完全に崩壊し、交通網の遮断が長期化したことが、被害の深刻さをさらに悪化させる一因となりました。SNS で広がる浙江省の被害映像。理性を失った人々がスーパーに殺到。災害の影響が次第に明らかになる中、被害の様子を撮影した映像や写真が SNS 上に次々と投稿されました。これらの映像は瞬く間に拡散し、世界中から注目を集めました。特に、嵐の直後に人々がスーパーに殺到し、棚を荒らす光景や逃げ遅れた人々が水に囲まれて助けを求める様子が映し出され、悲劇的な現実を強調しました。被災地では物資が不足する中、SNS での情報共有が避難生活の助けとなる一方で、デマ情報や誤ったニュースが拡散する事態も発生。これにより、さらにパニックが広がるケースも報告されています。50万世帯が停電。広範囲にわたる豪雨被害で歴史的な損失発生。嵐によって電力インフラが大きな被害を受けた結果、浙江省では50万世帯以上が停電しました。電線や変電所が強風で破壊され、多くの地域で復旧作業が難航しています。特に地方の山間部では、道路の寸断や土砂崩れによって、作業員が現場にたどり着くことすら困難な状況です。停電は生活に直結する問題であり、住民たちは携帯電話の充電や冷蔵庫内の食材の保存に困難を抱えています。また、通信障害も発生し、家族や友人と連絡が取れなくなるケースが相次ぎました。このような状況は、心理的な不安を増幅させ、住民たちの生活をさらに厳しいものにしています。大規模土砂崩れと家屋倒壊が相次ぐ、甚大な人的被害の真相が次々と明らかに。豪雨の影響で山間部では大規模な土砂崩れが発生し、多くの家屋が土砂に飲み込まれました。特に脆弱な地盤の地域では、複数の村が壊滅的な被害を受け、救助隊が到達するのに数日を要しました。崩れた土砂の下には多くの住民が取り残されており、甚大な人的被害が次々と報告されています。家屋の倒壊も深刻で、一部の古い建物は強風や大雨に耐えきれず、次々と崩壊しました。被災地では、家族を失った人々や、家を失った避難者が絶望的な状況に立たされており、復旧への道のりが険しいことを痛感しています。地下街が完全に冠水、突如襲った嵐で多くの逃げ遅れた人々が犠牲に。都市部に広がる地下街もまた、嵐の影響を大きく受けました。排水システムが豪雨に対応しきれず、地下街が完全に冠水した結果、そこで働いていた人々や買い物客が逃げ遅れるという惨事が発生しました。電気が切れ、真っ暗な中でパニックに陥った人々は、避難経路を見つけることができず、多くが助けを求める声を上げていました。救助隊は迅速に対応し、多くの人々を救助することに成功しましたが、それでもなお行方不明者が続出しており、懸命な捜索活動が続けられています。5メートル超の大波と45メートルの強風。中国浙江省を襲った未曾有の災害。海に面した浙江省の沿岸部では、5メートルを超える大波が押し寄せ、漁村や港湾施設が壊滅的な被害を受けました。漁船は打ち上げられ、港に停泊していた車両や建物も次々に流されました。これに加え、風速45メートルの強風が町を襲い、住宅の屋根が吹き飛ばされるなど、被害はさらに拡大しました。この嵐は、観測史上最も強力なものの一つとされ、歴史的な被害をもたらしました。被災地の復旧には数年を要するとの見通しも出ており、今後の課題は山積しています。歴史的被害を受けた町の実情、住民の悲痛な声が SNS で拡散。浙江省を襲ったこの災害は、歴史的な被害をもたらし、多くの住民が家を失い、生活基盤を奪われました。避難所では、家族を失った人々や生活再建に向けて希望を見出せない人々が集まり、その声は SNS を通じて広がっています。
私たちの町は二度と元に戻らないのではないか。家も仕事も失った。これからどうすればいいのか。住民たちのこうした声は世界中の共感を呼び起こし、多くの支援が集まりつつありますが、被害の深刻さを考えると十分な支援が行き届くには時間がかかるでしょう。経済的損失が拡大、中国製 EV が次々と流され被害が倍増。被害は人的だけでなく経済的にも大きな打撃を与えています。特に近年急成長している中国製 EV 電気自動車はこの災害で大量に水没し、多くの車両が使い物にならなくなりました。浙江省は EV 生産の拠点でもあるため、この被害は地元経済に深刻な影響を与えることが懸念されています。被災地では EV をはじめとする交通機関が次々と流され、復旧には莫大なコストがかかる見通しです。 EV メーカーにとっても工場や供給網の再建に大きな時間と資金が必要となり、さらなる経済的損失が避けられない状況です。鉄砲水による甚大な人的被害、一夜で水位が4メートル上昇した浙江省の惨劇。この嵐で最も恐ろしかったのは鉄砲水の発生です。突然の大雨により山間部から押し寄せた濁流が一夜にして市街地を襲い、水位が一気に4メートルも上昇しました。この影響で数多くの車両や家屋が流され、取り残された人々が次々と犠牲となりました。鉄砲水による甚大な被害は救助活動にも大きな障害をもたらしました。濁流により道路が寸断され、救助隊が現場にたどり着くまでに多くの時間を要したため、逃げ遅れた住民が犠牲となるケースが多発しました。堤防決壊と河川氾濫、家屋の2階まで浸水する未曾有の大洪水、河川の氾濫と堤防の決壊によって町の大部分が家屋の2階部分まで浸水するという未曾有の大洪水に見舞われました。住民たちは急いで家の上階に避難するも、水位は次第に上昇し、救助を待つしかない状況に陥りました。この地域では多くの住民が河川の増水を恐れながらも嵐の規模を予想できず、十分な準備が整っていなかったことが被害を拡大させた要因の一つです。大規模な家屋倒壊と土砂崩れが相次ぐ、避難困難な住民たちの悲劇、豪雨と強風により多くの家屋が倒壊し、住民たちは避難する時間もないまま災害に巻き込まれました。特に山間部では土砂崩れが相次ぎ、集落全体が埋まるなど甚大な被害が発生しています。倒壊した家屋の下敷きになった住民の救助は難航しており、時間との戦いが続いています。避難所にたどり着いた住民たちもまたこれからの生活に不安を抱えています。食料や医薬品の不足が深刻であり、生活再建の見通しも立たないまま日々を過ごしているのが現状です。 SNS で広がる批判の声、海外メディアからも厳しい視線を浴びる浙江省の災害対応。浙江省の災害対応には海外メディアからも厳しい批判が寄せられています。特に事前の警戒体制や情報の共有が不十分だった点が指摘され、事後の対応の遅れも批判の的となっています。 SNS では現地の被災者からも政府の対応が遅すぎる、もっと早く避難勧告が出ていれば、助かった命もあったという声が上がり、政府に対する不満が高まっています。このように今回の災害は人々の生活に多大な影響を与えただけでなく、政府やインフラの脆弱性も浮き彫りにしました。復旧作業は始まったばかりであり、今後も長期にわたる支援と対策が必要となるでしょう。浙江省を襲った記録的豪雨と強風嵐、2024年9月25日、中国浙江省は未曾有の豪雨と強風嵐に見舞われ、甚大な被害が発生しました。1時間に130ミリを超える豪雨と風速45メートルに達する強風によって河川が氾濫し、堤防が決壊、都市型洪水が発生、50万世帯以上が停電し、物流や交通網は麻痺、多くの家屋が倒壊し、土砂崩れによる犠牲者も相次ぎました。地下街は完全に冠水し、多くの人が逃げ遅れ、さらには観光客が避難できず困難な状況に追い込まれました。スーパーに殺到した人々による買い占めが発生し、一部の店舗が倒産するなど経済的な影響も大きく、特に中国製 EV 電気自動車の大量水没がさらに被害を拡大させました。また SNS を通じて拡散された映像や情報により、現地の混乱や被害の深刻さが世界中に広まり、
政府の対応やインフラの脆弱さに対する批判が集まっています。この災害は物理的な被害に加え、住民の生活や心理的な面にも深刻な影響を与えました。多くの避難者が食料や医薬品の不足に苦しんでおり、復旧作業は始まったばかりです。浙江省にとってこの嵐は歴史的な自然災害であり、復旧には長い時間と多大な努力が必要です。また今後の防災対策やインフラ整備の重要性が改めて強く認識されることとなるでしょう。それにしてもそこに暮らす方々は自然災害が頻発しすぎ、お気の毒としか言えません。最後に少し告知なんですが、チャンネル登録者数8万人を記念として、この度、メンバーシップを始めました。基本的には、このチャンネルを今後も応援していただける、好きに一杯の、スタバのシェケラーとフレッドをおごってやろう。そんな方を募集しています。今後もメンバーシップとともによろしくお願いします。本日の動画は以上です。今回の動画に関して、意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。また、チャンネル登録、グッドボタン、あとついでに、ベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。では、また。